今回、八口さんとお話しさせていただいたんですが、えー、っと男性はですね、結構多いのが、あのー、なんか、僕の考えるモテる男とか、かっこいい男みたいなで感じの絵を折っちゃうっていうか、多分女性はこういうのが好きだっていう固定観念がありすぎちゃって、そこをそっちゃって、そこをそう思うんで、で実際は女の子は全然違うから。 でも女の子はこうそれが好きなふりをするのがすごく上手だからで一見うまくいってるようで実際は心が全然つながってないっていうか近づいていないでデート重ねてるのになんでできないんだみたいな風になっちゃってる人ってすごく多いのでちょっとその一例を分かりやすくお話ししましたで解決策もし話してるのでぜひ聞いてみてくださいどうぞさあ岡田さん何でしょう 今日もちょっと聞きたいことがありまして。ーうーん。まあ、喜ばせたい女性がいましてね。うん,うんうんうん。うん。うんまあもうこれはちょっともう奮発しようと今回ばっかりは。お<う>とっても高級な、とても綺麗な夜景が見える、うん、とても美味しいレストランに連れて行ったわけですよ。うん,うん。うん、うん。で、その演出は良かったはずなんですが、うんうん、僕の中ではね。うんうん、また音信不通になってしまいまして。うん。うこれなんかいけないことあったでしょうか、う私。 星になっちゃったんじゃないですかね。夜景が綺麗すぎて。そう、夜景が素敵すぎて、彼女は星になっちゃった。そういうことだ。ったら前向きに受け取れるな。吸い込まれる。はい。だから、彼女は。うん。だから、探さないでくださいっていうような。でも、見上げて、空を見上げると、彼女はいつも光ってるので。これは僕の胸に一生残り続けるわけですそうです。そういうことです。 解決しました。うん、素晴らしい思い出を。何の話なんですかこれは。いやでもいやでもそうだ。わかるわわかるわ。あのあのいらっしゃいますよね夜景が夜景夜景が好きなやつ。夜景があの男性側だね。そう。夜景を見せたがるやつ。夜景見せたがるやつ。夜景の見えるレストランが好きだと思ってるやつ。やつ思ってるやつ。 夜景見せとけばいいと思ってるやつそうあのー、誰と見るかだからそう <laughs> バシッとでも今回はすごいね切れ味すごかったねその,その一言し,しょっぱらから見たいわけじゃないから <laughs> <う>、ね、<laughs> ただでさえまだ距離感遠いのにさ夜景が見えるレストランっていうことは正面も暗いですし はいはい、割合こうちょっとお高めで、うん、ちょっとしっとりしたレストラン、うんうん、あんまりこう大きな声では話せないとか、うんうん、そういうケースが多いじゃないですか。まだ距離感間もない中で、ううんうん、その選択をされてもうん、うん、女性も仲良くなりようがねえかなっちゃいますし、<laughs> 話せないもんね、そう、あれ、この人と、うんま、この人とは毎回こんな感じでちょっと緊張するのかなってなっちゃうから。 そうか、そうか。ちょうどいいところつかなきゃダメですよね。ですよね。あと、夜景、その美しい状だったらもうほぼ見飽きてますよ。まあな。いっぱい連れてくからね。まあな。まあな。本当そう。こういう有名なレストランってあんまないから、多分みんな連れてくくんですよ。過去の男性がみんな。 またかってなるよ。<laughs> なる、なる。あの、しかも、その、そいつらと同じ属性の男だと思われるんだよね。こ <laughs> の経験からね、うん、データがね。うん、あこいつ、こういう系めべしいんだよな,みたいなあ。ああ、そうそう、そう、ここ連れてくるやつ全員そうだったな。そうそう、そうそう。気持ちいい、気持ちいいって聞いてくれたよな。<laughs> <laughs> 気にできそう。夜景好きなやつは聞いてきそう。ーキ好きなやつってやってて気持ちいいって絶対聞いてくんだよ。これ絶対そうなんだよ。あと、なんか腕枕とか下がりさせずせる。ああ<ー>、そうそうそう。<laughs> てか、なんだろうな、ね、そう。あの、なんか、形にこだわるっていう。こだ,わこだわる、こだわる。こだわる。 めっちゃわかるわ言ってること。映画とかめちゃめちゃ見て参考にしてんだろうね。ああ、なるほどね。ロマンティックな映画。しかもちょっと古いやつな。古いやつな昭和の香りのすごいやつ。あわかる。めっちゃわかる言ってること。そういうことだよね。多分参考物件、参考書がそれしかそれなんだよね。うん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 。 うん、やつに寄せようとするんだ。そう、トムクルーズとかじゃないああ<ー> <laughs> やめて。<笑><笑>いやだからチャなんだろう付き合い長いい付き合いしてて、うん、で記念日でちゃんとしてる日に、うん、いやちゃんと扱ってるよっていう意味をあなたあなたかん扱、ええ、ちゃんと女性としていつまでも考えてるよっていうことを伝えるととか。 うんうん、あるいはもう多分プロポーズとかしてもおかしくないタイミングで案、うん、に彼女に準備してきてねって伝えるためにうん、うん、そういうところをセレクトするっていうのは<あ>これはもう素晴らしいと思うんですよ。焼けようん、夜景そういうんかこうなんだろう普段は、うんは知る人ぞ知る秘策、うん、だけど美味しいご飯屋さんとか。 そういうところがベストでそういうところを使ってるんだけども、うん、そういう人がじゃあ今日はちょっと今回はちょっとここに行こうって女の子に言ったら、うん、女の子はあなんかあるんだなって思うわけよ。で心の準備をしてきてくれる、うん、でそういうそういうメッセージのために使うのが、まあ、本来正しい使い方っていうか、うん、だからいつもいつもそんなとこに行っても。<laughs> <laughs> あの、あれですよ、女の子が感じる印象は、この人、夜景好きなんだな、です確かにけそれしか感じないですよ。あと、夜景好きなんだろうな。好きなんだなーって。ふーんって感じだよね。ふんって。趣味の欄に書いてそう。 だったら旅行でも連れてってくれればいいのに、ね、<laughs> <laughs> 飛行機飛行機から見れるのにも <laughs> だいぶ夜景だね夜景こそさ、うん、すぐ終わるイベントってないよねまあそうだねあ, <laughs> あとあとはもうんなんか大して料理が見えないとか酔いが回りやすいとかそういうことねちゃうね ああ夜景のだって絶対に明るくしちゃダメなんだもん夜景見えなくなっちゃうから。うん、見えなくなっちゃうから。あれほんと老眼キラーだよ。<laughs> <laughs> 確かに。確かに確かに。うん、いやー、ねぇ。そっか。だから夜景っていうのは本当にそういう特別な日、特別っていうのもなんかおかしいけど、うん、意味を持たせないとダメってこと、ね、うそんうん、うん、そうそう,そう、うん よく夜景が好きアピールする女の人いますけど、あれだって高い飯食わせろって言ってるだけですからね。夜景なんか関係ないちょっと見てないもんね。そう、私、繊細な味で、これが美味しいとかいう繊細なあんまり好みとかないんで、高い店連れてけっていうことだから、高い店連れてけば間違いないですよっていう、どっちかというとアッパラパーアピールなんですよ、あれは。私、アッパラパーですよっていうアピールなんで。そういうことだね。 ななるるほほどど。うん。なんか解決しましたねうん。でも俺改めてやっぱり偉いなと思うのがはい。薬口さんってバカのふりするのがうまいですよねやっぱほらほんとあっぱらっぱあっぱらっぱいそのそう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 毎回毎回さ「あのデート断られたんですけど」とか「音信不通になっちゃったんですけど」っていうなんかもういつも美女をはべらかしてるくせにさ何の何のあれですか いっつもゴージャスな女性たちをこうねえーって肩並べて肩<う>手回してねじゃ<う>あっつって歩いてるのにね。で方向性が分かんないですけど, <laughs> ど <laughs> 本当はもうそんな感じでいつもモテモテなのに。 いつも YouTube になると、モテないふりをしてくる。役割の確認何これそういう、なんだろ、キさくさっていうんですかどっちもできる、そのチャンネル。器、器の日のさ。料理かな何人、何人、この夏の時めちゃくちゃ難しい。いやいやいや、そうじゃ、本当、すごいなと思って。一番モテるタイプですよね、そういう人が。 うん、でいいから一応,一応一応一応台本通り読んでみたんだけど大丈夫あーあ台本だったのねあ,あ台本だったとしたらもう完璧ですよた大,丈夫大丈夫ですよ <laughs> よかったよかったか,なんなんかね前々回ぐらいになんか俺なんかあんまりにもなんか聞き手回りすぎて <laughs> なんか本気でコメントでモテない男って思われてるんだけど <laughs> それの償い <laughs> 言ってたんでちょっと <laughs> ここでね、ああ僕の立場をはっきりさせていただいたうちょっと役割がちゃんとありますんでって言っとあの矢口さん、前に受けて怒っちゃってたんで。<笑><笑>話すことなくなったら、もう終わっていいんだよ、そんなこと言わなくていいんだよ、も あそうなんですかそうなんですよ。君は何度か話を伸ばそう、伸ばそうとして、<laughs> <や>そんなもん言わなくてい,いいことばっかり。いや、なんか毎回毎回10分ぐらい話せって言うから、10分らい話せるよ。いや、もルールにガチガチじゃんなん <laughs> 大丈夫ですかあ <laughs> あ大丈夫、大丈夫。<laughs> あじゃあ、10分経ちましたんで終わりたいと思います。<laughs> <laughs> ありがとうございました。さようなら、また聞いてね。<laughs> はい。はい、今回お話ししたような感じで、なんか、 失敗する理由っていうのがやっぱりこうモテたいわけじゃないですかその女性のことを気に入ってるなんとかして手に入れたいだからこうなんだろういいと思われたいっていうような感情から、まあ、空回りを始めるんですよねなんだけどそのなんでそれが起きちゃうかっていうと男性側あなたの方が女性から見て女性が「あこの人はいいじゃんありじゃん男らしいじゃん」って思うポイントがずれてるんですよね であなたはずっとこうすれば好かれるだろうと思って行動している。だけど女の子が求めてるのはそこじゃない。で、その帰り離によって、どんなに頑張っても距離が縮まらない、思うように関係作れないってなってるんですよ。だからまず最初にあなたがやるべきことは、女の子目線で女の子が求めてることを正しく理解しますよっていうことなんです。で、それが理解できたら、女の子のツボをつけるようになるってことですね。 だから今回はその女性目線で女性が求めている男らしさとか、あこの人モテるなだろうなっていうふうなものをふっと感じる瞬間っていうものをお伝えしておりますので、ぜひ登録してみてください。具体的なやり方も伝えております。どうぞ。